朝森咲菜は日本の女優、女性歌手、元アイドル、広島県出身、愛称はさきにゃん、さきな。面白そう、と地元で映画のオーディションに参加し出演したことがきっかけになり、2011年5月16日よりご当地アイドル、メイクパレットを結成して活動をスタート。2012年、インディーズアーティストによる祭典、 インディケット広島12ダンスパフォーマンス部門でグランプリとなり、オーディエンス賞も受賞した。広島市のサポート校、遊学館を経て、当初は医療関係に進むことを希望し大学を受験したが、慶応義塾大学文学部に入学。2015年、プレータイム、プレタイムで映画に初出演。2017年、地震初の舞台となる、広島ジャンゴに出演。 募集ページに掲載されていた上田慎一郎監督の写真を見て何かご縁がありそうと感じたことがきっかけで株式会社演舞ゼミナールが主催する映画制作俳優ワークショップであるシネマプロジェクトの第7弾に応募し映画カメラを止めるな2松浦咲役で出演を果たす2018年12月19日から音楽ユニットザナツの魔物に参加 2019年3月31日、同ユニットの解散に伴い同ユニットでの活動を終了。2019年、カメラを止めるな、のスピンオフ作品、ハリウッド大作戦に、引き続き松浦咲役で出演。同作品の主題歌、アイラビューは言えないの歌唱も担当した。2020年3月1日、インスタグラムのアカウントを開設した。 同年にウェブ公開された短編映画カメラを止めるなリモート大作戦ではエンドロールダンスの振り付けや一般募集用のダンス練習動画を担当した同年10月2日よりパコカでの配信活動を開始ライバーとして春ライバーオフィス合同会社に所属している2020年10月より草津温泉 PR アンバサダーのオーディションに参加し 特別賞を受賞。2021年よりアンバサダーとして活動している。ありがとうございます。